ゃっちゃう。おお、一番じゃん。偶然だね。いや、探してたんだ、さっちゃんのこと。一昨日のことちゃんと謝りたくてよ。え、謝るって何が？俺、全然さっちゃんがどう思うかなんて考える余裕もなくて、ひでえことばっかり言っちまってた。それを謝りてえんだ。ひどいことなんて一番言った？あの後は足立さんと難波に話聞いてもらって、何が悪かったかようやく気づけたんだ。まずさっちゃんのことは女なのにとか変な決めつけしちまってた。それにさっちゃんが真剣にキャバやってることなんてとっくに分かってるのに、結婚したら仕事辞めるのもいいとかふざけたこと言っちまって、それに家事を手伝うだなんて花から家事とかをさっちゃんがやって当然みたいな言い方、まだある、ガキができたらとか子供作るのもさも当たり前みたいな話をしてた。そんでおやっさんの墓参りに行っておやっさんを安心させたいとか、その気持ちは嘘じゃねえけど結婚がおやっさんのためみたいなことを。テンパってたとはいえ、俺はさっちゃんのこと何も考えられてなかった。本当にすまねえさっちゃん。なーに、そんなことでわざわざ謝りに来てくれたの？バカだな、私そんなこと気にしてないって。でも確かに最近そういうのデリカシーないって風潮あるけど、別に気にしないって。私が何年キャバでセクハラクソ親父たちの相手してると思ってんの？でもよ、なら、なんで？いや、私たちってちょっと変わった出会い方したじゃん。ある種運命共同体っていうか、同じ修羅場を何度もくぐってきたから、なんか一緒にいて当たり前みたいな感じにいつの間にかなっててさ。ただそれって男女の間柄としてはちょっと変かなって。だからお互い普通の友達の距離感に戻った方がいいと思うんだ。心配しないで、一番とはこれからもずっと友達だから。さっちゃん、そんなわけだから一番も変なことでくよくよしないで。前も言ったけど、お互い頑張ろう。じゃあね。